はい、どうも、民族楽器チャンネルの N 川です。さて、始まりました音楽体験だ話。特定のジャンルやグループに属さず、いろんな音楽に片足突っ込んでいる馬の骨2人によるラジオです。ジョギングをしながら、料理をしながら、運転しながら、楽器のメンテナンスをしながら、作業用 BGM として活用いただければ幸いです。よろしくお願いします。お願いします。というわけはでい。ですね、このチャンネルではですね、民族音楽であるとか、民族楽器とかに関連する話題とか、楽器の演奏とかをですね、ちょっと投稿したり、配信したりしておりますのでですね、ご興味ある方は、いいねボタンとチャンネル登録を、ぜひよろしくお願いします。お願いします。これね、言ってるはのとい。言ってないのとで結構違うらしいんですよ、最近知ったんですけど。ああ、そうなんですはい。ね。興味あったら勝手に登録していいね押すでしょみたいに思ってたんですけど、言うのと言わないのって、案外違うっていうのを最近知ったので、ちょっと言わせていただきそうます。なんですね。まあ、それもなんか人によって、ね、なんか最初に言うとなんか、いや、見てから判断するか最後に言ってくれよとか、なんかそう思う人もいるらしくて、その言うタイミング難しいですね。でもなんか、最後まで見ない、その最後の最後まで見ない人も多いから、最初の方に言わないとあんま意味ないよっていう意見も。もあるですよね。そうそう。まあ別に、まあ、はい。まあ、見てね、ちょっと気になった人は、チャンネル登録してくださいという。そうなんでではです。すね、まず今回の本題に入る前にですね、前回の配信のコメント返しをちょっとしたいと思います。前回ですね、小学館の、図鑑ネオっていうシリーズですか、あれから音楽っていう図鑑が出まして、それが結構話題になっておるということで、それをカムイさんにですね、その魅力を存分に語っていただいたんですけれども、ツイッターの方で本家の広報アカウントからもいいねくださったんですよね。この動画投稿しましたよっていうのを X でちょっと宣伝したんですけど、公式からもいいねをくださって、投稿したかやったななんてちょっと思ったりしてますけども。そうですね。結構見てくださってますよね。あれ関係のツイートしたりすると、編集した方も、ツイッターアカウント持ってらっしゃるみたいで、ちょっと名前忘れちゃったけど、その人が確か、いいねかなんか僕のやつも、してくださったんで。そうですね、やっぱり。そういうのいいっすよね。そうですね。で、最近も、また、名古屋の方で、まあ、今年もう一回、常見さんって、ウード奏者の方がコンサートするっていうことなので、まあ、それの宣伝を、ちらっとしてたら、やっぱ図鑑のことは知ってる人は結構、民族音楽界隈の人は皆さんご存知で、まあ、アイリッシュやってる人にもお話ししたら、ああ、ウードの人なんですね、って言われたり、ということがあったので、だいぶやっぱ知名度というか、ああいう図鑑の表紙になるとか、図鑑自体は結構、ね、知名度上がってきたなっていう感じですね。やっぱ音楽好きは、あれは、やっぱ買ってたり、買ってなくてもやっぱ気にはなってるっていう感じなので、なかなかね、なんか権威があると言ったらですけど、そういうなんか、ね、そういう図鑑が、ああいうウードを表紙にして、取り上げていただいてというか、そういうのはすごい、衝撃的ですよね、結構。そうですね。だから、だいぶ編集した人たちの意気込み感じますよね。おお、これを音楽っていうふうに持ってきたのはすごいわって。民族楽器とか、ああいうのだったら、ああいう表紙わかるんですけどね。今。音楽ですからね。音楽ですからね。そうだよな。西洋音楽だけではないなっていう。というわけでですね、そんな、前回の配信に、コメントくださいました、しぐれさんという方からのコメントになります。はい、ありがとうございます。私も小学館の楽器図鑑少し読みました。欧米中心から世界全体への歴史教育の変化にとてもマッチしたいい教材なのではないかと感じました。現在、音大生1年目なのですが、基礎として習ったすべてが書いてあり、かなり驚きました。かっこ今の子に嫉妬。これが幼少時代にあったらどれだけ良かったか、それほど素晴らしい内容でしたと。ただ、
私のやっているピブゴーンという楽器がなかったことがとても残念でした。確かにびっくりするほどマイナーな楽器なので納得でしたが、やはり少し残念でしたね、というコメントをいただいております。ありがとうございます。はい、ピブゴーンか。マニアックだな。ですよね、僕一回でも、はい、吹かせてもらったことあるんですけどね、実本当は。でそすれ。か。なんかはい。動物の角みたいなやつ使ってるそうですね。なんのか、を使っ角た、なんか、笛。なんか、リード楽器でしたっけ？リードが中に入ってるみたいで、なんですかね。まあ、管があって、両側にこう、角が、こう、ついてるので。で、片側をこう、まあ、ずっとふってやって、覆いかぶせてもブーって吹くって感じなんですけど、結構やっぱ息の圧力がいる楽器で、まあ音は本当ちょっとバグパイプっぽいような音で、あれ確かでもペルトの笛屋さんで、今は使ってないかな、畑尾さんが持ってらっしゃった一回僕吹かせてもらったことがあるんですけそれど、なんですね。僕は、はケルトのい。笛屋さんのチャンネルだか忘れましたけど、なんかそれで、畑尾さんが演奏してらっしゃるのを、はい。YouTube そうでです見ね。たことがあって、はい。それだけですね。僕がピブゴン見たことあるのは。そうですね。だから僕もそれ経由でしか知ってないんで、まあ、知ってる人ってかなりアイリッシュやってて、畑尾さんの動画見てるとか、そういう人ぐらいかなって思うんですけどね。やってるんだ。それを。そうですね。なかなかすごいチョイスですよね。そうですね。なんかお友達になりそうな気が する。違う違う。本当だっ て、いいなんかな。まあ、はい。アイリッシュに関わってる人って、まあ、プロはまあ含めていっぱい周りにもいますけど、ピップはい。をやってるって人っていますかね？そうですね。あんまいらっしゃらなくて、あと、鳩尾さんも言ってたらしいんですけど、バグパイプ系をやる人はあんまりいないみたいで、本当はなんか一緒に合奏したいんだけどなってことで、なんか生徒さんでもなかなかやっぱ、ティンホイッスルとか、ローホイッスル行ってとか、あとフィドルか、あっちの人たちは結構いらっしゃるけど、コンサティーナはまあまあいいか。まあでも、確かに、いないですね。イリアンパイプスは特にたま、ちょっと楽器が高価なのもありますけど、バグパイプ系ってなるともうスコティッシュとかあっちやってる人を僕は公園で見かけたかな、ぐらいですね。あれですか、何でしたっけ、グレートハイランド。そうですね、ハイランドパイプをなんか岡崎の方で公園でやってる人がいて、聞いたらその人もでもアイリッシュとかも知ってるみたいで、アイリッシュもやってるって言ってたかな、やってた時があるとか。やっぱそのあたりはこう、音楽ジャンルちょっと違うけど、まあ大体かじる人はどっかかじるようなって感じで、ね、やってるっぽいって。確かにバグパイプってあんまり、なんだろう、知名度の割にやってる人いないっすよね。そうですね。日本だとめちゃくちゃ音でかいから、住宅市場的にもちょっとやりにくいかなっていうのがあって、多分それで畑尾さんなんかどこでもパイプスっていうのをなんか作って、まあ、小さい音でやれるバグパイプっていうのを開発したりしてますね。そうなんですよね。日本だとやっぱその音量問題があるかなっていうので、なか僕なのか知普り及合いしでてるも、かな。バグパイプやってる奏者さんって、一緒に演奏したことある方なんですけど、ガイダーの大野さん、大野さん。大野椎名さんってご存知ですかね、バルカン半島のガイダーっていうバグパイプをされてる方。ガイドだから、僕が知ってるのはブルガリアのやつで、本当になんか、牛の皮、なんかの皮袋みたいな、見た目か羊ら、とかですかね、なんか本当に真っそうです白ね、な。動物って感じの、動物のはい。か、そのまま、皮袋みたいなね。そうとですね、か、あと、古楽の、近藤春夫さんってご存知ですか？今度はハローさん、はい。なんだっけな、コルヌミューズとか、ルネサンスバグパイプとか、ご本人が、なんだっけな、バグパイプの制作者されてるんですよね、確か。自分でも作られてるんですね、あの方。そうなんだ。それは、古楽とか、そっち方面が中心だと思うんですよね。だから、そうですね。たった2人いる知り合いのバグパイプ奏者も、なぜかアイルランドとかそっちじゃない人たちっていう、そうですね。すごいマニアック確な。かに、僕、はい。まあ、世界中にありますからね、バグパイプって実は。そうですね、実はね、本当に、あそこだけじゃなくて なんか、本当にそのチャンターというか、そのドローン管とかも何本入ってるかとか全部かなり地域でも違うし、キーがどんだけついてるかとかね。あれで。その中でもやっぱ ED アンパイプスってアイルランドで使うやつかなり特殊に進化してる感じが。
確かあれ、音域が結構出るらしいんですよ。2オクターブぐらい出るのかな？結構出ますね。はい。で、なんか、座ってしか演奏できないんですとか、なんか、筒の一番下をこう、こうやって押さえる。膝ああ、なんね。か、なん太か、ももというか、膝というか。ももというか、なんかああいうので押さえないと出ない音があるとかなとかで。はい。なので、かなり複雑な使い方するみたいですね。だから、IESC やり始めるとあれ欲しいなって思う人はいるらしいんですけど、やっぱなかなかお値段とその難しさで、なるほどね。見直し不明なので、その中でもピフゴン持ってるのすごいな、やってるうん、のが。そうですね。なんかこう、コメントの感じからして、結構その、なんだろう、いろんな楽器のコレクションの中の一つっていうよりは、なんか結構しっかりこう演奏されてそうな感じなんですけど、なんかどうしてそこに行き着いたのかちょっと気になりますよね。そうですよね。なんか多分伝統曲やってるってことですよね。その楽器っていうことは。どうやってその海外から、海外というかその現地じゃない音楽やる場合に、どっからどういう情報を仕入れてそういう曲とか覚えてんだろうっていうのを聞いてみたいですけどね。なんかあれですよね、このピープゴーンは結構1オクターブぐらいですか、音域。なんか。そうだよな。リード楽器系だと、だいたいダブルリードってあんまり音域多くないですよね。なんか結構、その、割とこう限られた曲を演奏する楽器だと思いますしね、多分これ。日本でいうと、テンプみたいな、あんなイメージがすごいあるんですけど。伝統曲、オンリーって。まあ、何してそっもか、でこういうも、ね、現在音大生1年目とのことなんで、こういう音大生の方も、こう音ね、大我生の々方。のこういう、なんか、だべってるだけの配信ですけど、ちょっと見聞いててくくだれさっててるるんのだ。嬉しいで嬉しいですね。しかも音大生ってこれから将来どういうす。音楽性を発揮されるのかすごい楽しみですね。そうですね。いやー、こういう人が音大に入ってくれるって、なんか我々としても嬉しいというか、民族音楽界隈のものとしても嬉しいですそうですね。ね。はい。というわけで、今回の本題に入りましょうかね。はい。というわけで、今回は、まあ、演奏活動の、まあ、あれこれと言いますか、いろんなこう、演奏活動の実態であるとか、体験談とか、まあ、見聞きした話とか、そういうことをちょっとトークしていければなと思います。で、カムイさん、これまでになんか、こういうコンサートに出演したよとか、なんかこういう音楽関係のイベントにちょっと携わったよとか、なんかございましたら。なんかいろいろあって、なんか、どれだったかなといろいろ今思い出しながら。まあ、一回あるのが、まあ、時々あるのが、しのぶえ関連の方をお手伝いし、裏方しながら、ちょっと出てとかで、まあ、助演じゃないですけど、少し、ちょっとしたイベントで、まあ、演奏させていただいたりとか、はありますね。それは、まあ、しのぶえ、どういう、なんだろう、どういうご縁でというか、つながりとか。どういう意味で。だいたいでもあの頃だからミクシーとかね、つながったり、だいぶもう昔懐かしい感じですよね。懐かしいな、ミクシー。ミクシーからツイッターとかでつながったりとか、まあでもそうだな、しのぶえの一番プロの方で最初につながった方はミクシー界隈でつながってて、なかなかでお会いできなくて、まあお会いできたとかから、そうですね。最初にその人のなんかライブ配信みたいな、まあ、自宅から配信してるようなやつ、一覧とちょっと出演させてもらって、まあ、神楽でも吹きましょうかで、神楽吹きながらなんか説明したりとかした記憶があるんですけど、その後まあ、その人のなんかイベントやるときに、ちらっと半分裏方、半分なんか出演者みたいなことをね、ちらちらっとやらせていただいたことはありますね。裏方っていうのは何ですか？なんかこう機材の運搬とか照明とかなんか。そうです。まあ、舞台袖でちょっと、まあ、手伝ったりとか、あと、ポスター貼ったりみたいなね、会場のね、あ、とはか、本い当にはい。スタッフっていう感じだったりしてましたね。で、まあちょっと部分的に舞台に立って笛吹いたりっていう。そうですね。半分レクチャーっぽい感じでしたりとかも、
なんかであったな。神楽の方をやってくれっていうことで、神楽の方をちらっと演奏したりとか、あと僕ともう一人太鼓と笛で、やったりとかありましたけどね。まあそういったしのべ会演練もあれば、他何やったっけな。なんか、そういった感じで本当に、なんていうんですか。すごくかっちりした感じで出たことはあんまりなくてですね。まあ、だいたいあとは仲間内とかの、アラブ音楽ですとハフラって言って、なんて言ったらいいですかね、あれは。まあ、仲間内でやる発表会的な、まあちょっとああいうパーもテのの中ィっぽで、い。パーティー的なっていう、ああいう中で演奏したりですとか、あとは、そうですね、ストリートで友達と一緒に演奏したりで、ス意ト外リートの。に、はい。いや、本当に、アイリッシュやってる友達と二人で、金山駅って、名古屋の金山駅で、チラッと演奏しようかって、なんか、集まったついでに演奏したりとか、アイリッシュだとね、割と、路上でやっても、まあ、そんなに、なんて言ったらいいんでしょう。他の楽器に比べても、音量もそんなに、ピンホイするとこだとないので、ああ、なんか通報はとかもされにくいみたいい。な。されにくいかったですね、特にされずに。じゃあなんか、なんだろはい。う。なんだ、帽子だか楽器ケースだか置いて、ちょっと投げ銭してもらって。はい。やっぱりね、してくれてある方ですかね。やってみたけど、あんまりそれが効果なかったですね。ああ、そうですか。はい。まあ、それでもなんか結構、声をかけていただいたりして、こういう音楽ですよって話したりとか、いろいろ、まあそこから ケルトの笛屋さん宣伝したりもありましたかね。楽器やりたい方はどうぞとか。ここで買えますよ、みたいな。そこで買えますよ、みたいな感じで 別に、回し物でも何でもないんですけど、みたいな感じで。まあ、そういった感じで、なんか非正規な感じで半分やったりとか。まあ、あまあ、ちょっとと、は、なんだろう、ちょっと謝礼いただいて、みたいな感じですか、それは。そうですね。他だとで、謝礼いただくとかだと、そうですね。まあ、ちょっと特殊なのが、自分で、まあ、あるところでアートプロジェクトの予算を取って、で、自分たちで手作りのお祭りっぽいことをやろうかということで、自分たちで踊り考えて仲間内で、まあ、盆踊り的なものをやって、その時の、まあ、演奏者として自分が篠笛で入ったとかで、いうのはありますね。だから半分ステージ的な感じでもあるけど、まあ、イベントなので、本当にお寺の境内で、みんなで輪になって踊るところの音楽という感じで、楽隊という感じでやったりとか。それは何ですか、そのお寺のなんかお祭りの一環とかそういう感じですか、それとももうなんかそういうイベント単体で。そういうイベント単体として、そこのお寺をお借りして、やらせてくださいってことで、2年か3年ぐらいそれをやらせていただいてっていうので、面白そうですね。そうですね。だから、ああいう、やっぱ野外でやるのって面白いですし、他の、踊り手を、なんですか、まあ、盛り上がるように演奏するっていうのはなかなかない機会なので、僕も勉強になりましたし、やっぱ、ああいう一体感といいますかね。ああいうのは、お祭りっぽいな、自分でやってみて思いましたけど、なので、そうですね。ステージでやるっていうのは、まあ、あと一回だけあるのが、神楽保存会の方で、全体どういう感じだったのかな？なんか、知立市の、まあ、知立神社の神楽保存会なので、知立市の方で、なんか、舞台をやるので、っていうことで、その中の一演目として神楽の保存会さんが演奏してくれということで、それは多分全体の劇の流れとしては、やじ、北珍道中みたいな、まあ、二人狂言回しがいて、その知立をいろいろ旅しながら、その舞台上で紹介しながら、いろんな知立市でやってる保存会とか、まあ団体さんがいろいろ芸能を披露するっていう、そういうような流れの中での一コマで、そうですね。まあなんか地域でやってる、まあこう市とか、なんか役所の、絡みでやっうん、てて、なんかてそういうるこう地イ域ベントのなんかこうの、伝はい。統芸その。PR のためのそういう紹介コーナー的な、ね、とかいうね、そういうの演奏もありましたね、そういえばと思って。やっぱ結構そういうなんだろうな、まあお祭りとか、それにこう派生するような。
感じのが多いんですかね、カムイさんは。ああ、そうですね。あとは演奏っていうともう、あと神楽殿で演奏してることがほとんどか、お祭りでやってるかが多いですかね。そのお話、ちょっと具体的に伺ってよろしいですか？ああ、そうなんですね。ちょっと団体が2つ僕入ってるので、まず、知立神社の方の神楽保存会で言うと、まあ、参加できる人はちょっと平日が多いんですけど、まあ、弘法さんの縁日っていうのが年に何回かあって、その時も、まあ、奉納と、まあ、練習も兼ねてでお願いしますということで、知立神社の中にある神楽殿で演奏しています。その時は、まあ、巫女さんの舞とか小学生が普段はあるんですけど、その公募さんの時はない感じで、本当に神楽保存会のメンバーで笛太鼓だけでやるというものがあるので、まあだいぶ緩いというか、感じでやってますね。で、大祭とかいろいろ大きなお祭りの例大祭とかあるときは、神楽保存会のメンバーで笛太鼓をやりながら、あと、巫女さんが、ま、町内から出て、ま、巫女舞の伴奏として神楽をやっていくっていうのが、そうですね。まあ、2、3回はありますかね。そういう大きなお祭りが。それはあれですよね、で、その学生時代に、まあ、民族音楽学の研究をしてるって、そうそでれ、す、そうです。はい。じゃあなんか自分でもそのちょっと楽器というか演奏やってみたら分かるんじゃないっていうふうにこう言われて、自分で始めるようになったみたいな、そういう流れなんですよね。そうですね。そこのね、保存会の会長さんがね、とてもいい方で、そうやって誘ってくださって、まあ、そこから、ミイラ取りがミイラになる形で笛太鼓をやり始めたという感じなんです。で、そこの神社の保存会がかなり特殊なのが、そこの知立市出身じゃない人も含めて、結構、市外からも来てるメンバーというか会員もいて、その中の何人が、その名古屋市内も住んでるんで、そこの人たちの地元のお祭り経由で、自分が名古屋市の笠寺の、まあ、正庄という、まあ、人形も出るお祭りがあるので、そこの、まあ、正庄保存会の方のメンバーでもあるので、笠寺の方でお祭りで、その会長さんの出身の、町内で笛を吹いてるっていうのがあるので、そっちはそっちで、神楽殿とかでは吹くんではなくて、町内周りとして、まあ、行列があって、あと、囃子車っていう、まあ、太鼓を乗せて、まあ、人が乗って叩く、まあ、ちょっと大きな車があるんですけど、まあ、それに乗って太鼓叩いたり、笛のメンバーは後ろでゾロゾロついてって、行列しながら町内ぐるぐる回って、二日目は、神社の方まで、結構長い道ですけど、まあ、笛太鼓やりながら、神社まで行ってまた戻ってくるとか、そういった形での、移動しながらの演奏がメインですかね、そっちの保存会は。なんそか、ういう感まあ、じで。街中をこういうルートで、何時にここだとして、最後に、ここそう行できすます、ね。みたいな。大体町内周りはね、まあ、ある程度の時間でいいんですけど、結局、何号線とか、ちょっと大きな道を渡るときは、それなりに多分あれ時間決まってたりするんだろうな。電車の踏切もちょっと越えなきゃいけなかったりで、なかなか大変なときありますけど。そういうのって、なんか、日頃から練習会みたいなのがあるんですか？それともなんか、お祭りが近づいてきたら、定期的に練習したりとか。でもどちらの地域もみんな他のところで練習してたりするんで、特に練習会なしでみんな行ってるというか、僕はちょっとないんですけど、他にもう一個地域があるメンバーが多くて、どちらも。みんなそちらの神社で練習したりとかが多いですかね。ああいうこうね、なんかお祭りとか見てると、こういう人たちって普段どういう時にどんな感じで練習してるんだろうとか、これ段取りとかどうやってこう勉強してるんだろうみたいなこと。そうですね。だから、山車祭りとかね、ああいう関連で、自分たちの地域でやってるようなところだと、熱心だと、本当に一年中月一回は練習してるとか、そういう地域もあれば、
お祭りが近づいてきた2、3ヶ月の間にこう、毎週何曜日はやってるとか、そういった感じでやっていく地域もありますけど、地域によって今だといろいろあるんですけど、例えば、佐原林とか、あっちの方って僕も聞いた話なんですけど、合唱が持ってるところじゃなくて、その連というところにお囃子は頼んで、だから、地域とは別で、お囃子部隊は、そういう連とかそういうグループの方に頼んでやってもらうとか、そういうようなのが結構、都市部的なというか、都会的なお祭りとか、そういうとこでは意外とあったり、昔、歴史遡ると、芸妓さんっていうのか、ああいう三味線とかやる宿場町が近いところだと、ああいう人たちに頼んでお囃子やってもらってた名残とかあったりとか、ですし、で、そういうなんか外部委託してるようなお囃子に関しては、そういう地域もあれば、その地域に生まれた、まあ、格式高い山車祭りとかだと、各家の長男しかお囃子ができなくて、山車には乗れないとか、それぐらい厳しい地域もあるので、かなりその地域差で、誰がどう演奏するかっていうのが、民俗芸能の中ではかなり、そうですね、グラデーションがあるので、すごく、外の地域でも興味ある人でも、こう、ちょっとクラブっぽく、その活動っぽく、誰でも入れますよっていうところもあれば、いや、うちはもう代々、地元の人しか山車には乗せないからとか、そういうのがかなりあるので、本当に、どういう感じですかって聞かれたら、僕が体験してるところはかなり特殊な部類なのかなとも思うんですけど、だいぶ自由にやらせていただいてますね。はい。なるほど。じゃあ、まあ、あなんだろう。ちょっとあ。はい。こう、なんかお祭りとか見に行って、自分もちょっと関わってみたいなって思っても、まあ、ちょっとこう、その場合によっては、地元の人じゃないと、関わられることができないとか、そういうのがあったりするわけですね。ああ、そうですね。あとはね、女性はね、お囃子やらせてもらえないとかもね、地域によってはありますね。まあ、伝統芸能ですとね、どうしてもなんか、そうでありますすね。ね。で、まあ逆にでも今は少子高齢化が激しいので、そんなことも言っとれんということで、今女の子も普通に笛太鼓うまい子はたくさんいるので、まあ本当に伝承が途絶えるよりはということで、そういう、女の子にやらせないっていう方向よりは、そうやって女の子でもやっていいよっていう方向に、だいぶシフトチェンジしてるとこが多いですかね。本当にね、地域とか、あと、まあ保存会によりけりなので、まあ、もしね、こう、お祭りのお囃子やってみたいなーって方いらっしゃったら、まあ、お祭りの現場行って、ちらっとそういうのしてみたいんですけどって聞いてみて、いいよいいよって言ってくれるところがあれば、そういうとこから、お願いしますで、こう、通えるとかはあると思うので、まあ、結構その、なんだろう、ストイックにかっちりやってるところもあれば、すごいこう、ゆっくりかっちりやってるところもあるという、そうですね、地域によるという感じなんですね。地域によりますんで、その中で、まあ、もし興味ある人がいれば、まあ、自分の保存会は割と誰でもウェルカムなとこがありますので、なんか興味ありましたらって感じで、ああいう、まあ、祭り系っていうのは、その、やりたいっていう有志の人であったりとか、あるいは、まあ、その、なんだろうな、その地域とか血縁の関係で、まあ、参加義務があったりとかっていう人たちで、なんかこう、なんていうんですかね、まあ、なんて言ったらいいんだろう、まあ、ボランティア的な感じでやってるんですか、あれは。ああ、そうですね。だから、あと出張演奏みたいな形で、ある保存会とか連とか、そういったところに頼むっていうこともありますね。僕もまあそういう保存会に直接入ってるわけではないんですけれども、ちょっと入ってるかな。まあ、そういう知り合いがいるので、そこがちょっと、お祭りって結構時期が重なりやすいので、どうしてもそのメンバーの人が行けないって時に僕がちょっと頼まれたり、その友達経由で。で、出張演奏で、ちょっと神社の方行ったりっていうこともあるはありますね、時々。なんかちょっとそういうので、まあ、謝礼的なものが発生して、そうですね。そういうお感謝じ礼いなんただいて。ですね。
そうですね。なんか似たような感じだと、多分雅楽の演奏で神社でやってる方々もなんとか会っていう、まあ会なり保存会があったりして、で、そこに神社からお願いが行ったりして、とかで頼まれて出張演奏をしに行ったりとか、結婚式も多分そういった感じでどっかの会さんに、会場からこうちょっと依頼があったりだとは思うんですけど、そういった雅楽界隈の演奏もそんな感じみたいなんですよね。どうしよう。そうですよね。言われてみればこれ特殊な演奏という、演奏っていう感覚があんまり僕なかったですね。なんそうだでろすよね。やっぱなんだろうう。な。物 って。まあ、音楽だし、楽器の演し、奏そう、はあるんでとすい、けど、ちょっでと、すけど。まあ、伝統文化でもあり、その、ちょっとこう、立ち位置がだいぶ特殊というか。特殊ですよね。終わってみると、演奏ってこう言われると、多分お祭りの人なんか特になんかステージでやったり、ホールで演奏したりとか、そういうことかなっていうふうに、ふって思っちゃいますね。なんか無意識にね。なるほど。聞かれて、自分もそうだな。あんまり演奏してるっていう気が、薄いは薄いですね。だからなんか、こう、ああいうお祭りに関わってる人たちの実態ってどんな感じなんやろうなって、まあ、僕は徳島の出身ですけど、別になんか阿波踊りの連に所属してなんか活動したりとかはしてないんで、あれもね、本当にこう、踊りてえから、どっか連入って踊るぜ、みたいな感じだったりすると思うんですけど。そこら辺もね、だいぶ、まあ、クラブ活動に近いのかなっていう気もそうですしまね。すし、あと、企業連ってありますよね、確かね。あれ、企業の中で趣味というか、まあ、部活動的なサークルというか、形でね、あるっていうのはね。あとはなんか、確かに。なんだろう、県外の、その徳島県人会とか、そういうのがあったりして、で、ちょっと帰省を、盆にみんなで帰省して、連で踊ろうぜ、みたいな、あったりとか。そうですね。そういったところの、例えば、なんとか会のパーティーに呼ばれてとかね、そういうのもあるんでしょうね。ああいう郷土芸能の方々は。そうですね。そうですね。そうですね。あとは、それぐらいかな。演奏ね。そうか。割とストリート。で、なんか適当にやったり、なんか仲間内でピクニック行って公園で演奏したりみたいな、そういうのが多いかなって。ストリートとかはもうなんか、ここでちょっと演奏できそうだからちょっとやろうぜみたいな感じなんですか？なんか適当な。そうですかね。大体でもなんか飲み会で誰かが酔っ払って、なんかやるぜ、みたいな 勢ははは。いだったりとか。名古屋市内だと、まあ、駅前でやっていいというか、まあ、なんとなくやれる雰囲気の駅とああ、かがあ構るん黙です認さよ。れてるみたいな。黙認されてるっぽいようなっていうかな。最近僕も、まあ本当に、苦情が来たらまあやめればいいしって感じで、の場所はあるっちゃあるので。まあ、だいぶグレーゾーンですもんまあでもああいうのもね、なんか、ね。なんだろう。なんか妙な正義感から、ちょっとこう、やったらあかん、ちょっと決まりを破ってる人がいるから、俺が善意で通報するぜ、みたいな人が多いんですよね、ああいうのって。みたいですね。わざわざなんかそういう路上演奏で、なんか、だって見別てになん歩いてか、はっていう人ね、いますね。通報しするのがっていう。喋りながら歩いてる人となんか違うのって感じじゃないですか。その、よほどなんか爆音だったらそれあれですけど。報道爆音だったり人だかりができすぎて、こう、他の人の往来邪魔するとかであれば、明らか、法律上確かまあ、ダメなんですよね、路上そんは。ななんないじゃないですか、路上ライブで。路上ライブでそんだけなる人は多分路上じゃなくて、なんだっけ、ツイッターとかで多分演奏してる方がよっぽど金儲かるんちゃうかと思うんですけどね。なんで、まあ、そこまでいかないから、まあ、よほどっていう感じで、まあ、警察の側もなんか注意してくるときも、なんか割と理解はある感じで、まあ、なんか通なん報だろがあったう。から。そう、受けちゃったもんだからごめんねみたいな感じで言ってないくる、割と若いおまわりさん、なんか本心はこの人音楽好きなんだろうなっていうおまわりさんもいたりっていう、そういう感じの。
ケースが1回だけあったかなとか。なるほど。ね、なかなかね。まあでも、まあ公園とかだったらよっぽどね、言われないので。まあ、そうっすよね。そうですね。あとは、そうだな。一回、田んぼのあぜのところでなんか、演奏したことがあったのを今思い出しましたけれども、これはちょっと、ですね、あれはね、話すとあれから、あれは知り合いのガムランの関係の方々が田植えをする会みたいなのがあってですね。妙なんがありますね。で、たまたまその知り合いの人にちょっと参加してみたいんですけど、田植え体験をさせていただきましてですね。その前後に、田んぼのそのあぜ道のところで、一列になって、そのバギー舞踊をやってらっしゃる方たちが、その装束で、それを行進しながら、こう、舞をするっていうのを見させていただいて、面白かったですね。日本の田んぼなんですけど、バリだなっていう感じ感と、なんでしょうね。でもバリケードですけど、やっぱちょっと日本の田楽とかいったものと何か通じるものを感じるなと、動きとか見て、なんだろう、面白いなと思いながら、すごいお祭り空間でして、その前後ぐらいにちょっと自分も神楽笛を吹かせていただいたっていう経験がありましたね、と今思い出して。それは何人で、ぐらいいるまあ、イベント？あれでも10人ぐらいはいたのかな？家族さんとかもいらっしゃってたんでね、子供たちも含めて。10人以上は来てたな。まあ結構その身内でやる、こう、なんかパーティー的な感じのイベント。感じみたいですね。そのガムラのグループの誰かさんがその農園の従業員でもあってみたいな話だったかなっていう。その中でいろいろデイキャンプ的な感じで、そこの田んぼでいろいろやったり、田植えしたりで。なんかイベントしたりという感じのやつでやったことありますけど、なんか、そうやって考え直してみると、自分はそうやってなんか、舞台じゃなくて、ちょっとお祭りっぽいようなイベントとか、野外とかで演奏させていただいてることの方が、多いかなって。まあ、あとは、今はちょっと活動してないんですけど、とあるグループさんで、カホンとギターと、タップダンス、3人組でストリートでやられてた方がいらっしゃって、その方々と一緒にちょっと笛吹かせてもらって、そこに混じって、吹かせていただいて、なんか、イベントでちょっと演奏したりですとか、あとは、そこのメンバーさんが、名古屋市内のポップアップアーティストっていう、言ったらいいんだ。確か似たようなのって、東京でもセブンアーティストとかなんとかっていう制度ありましたよね。合法的に大道芸ができるみたいな。なんか申請して、その審査に通ったら、なんか、ただ、決められた日程とかで、そ映の画決められた場で、所で、こう路上パフォーマンスするのが、こう、なんだろう、お墨付きをもらって、こう、できるみたいな、そういう件です。そうですね。だからそういったのの名古屋版があるんですけど、今もあるのかな。で、そういうところで申請して、なんか、その資格を持ってたらしく、どこだっけ、地下鉄の構内で演奏させてもらうとか、ありましたね。なんかあれも面白かったですけどね、こんなところでやれるんだ、みたいな、半分ストリートみたいな感じで。すごいね。なんか地下鉄でそんなんやってるのは僕ちょっとまだ出くわしたことないですね。そうなんですね。地下鉄の、駅の、一角を、まあ、それ専用でお借りしてって感じで、面白かったですね、あれもね。いろいろ。まあ、あと、野外イベントでチラッと演奏させてもらったりとかは、まあ、ちらほらありますね。ソロでやったりとか、誰かと一緒に出たりとか。まあ、なんちゃらフェスみたいな、そういう、あれです。そうですね。なんかフェス的な。ちょっとお店が出てて、ちょっと、なんとなく、外でのんびりしてるとか、ちょっと古民家のなんかイベントとかありますよね。ちょっと、街中なんとかみたいな。ああいう中でチラッと、演奏させていただいたりは、なんか、人づてでなんか、演奏する人いないからちょっとやってとか、ちょっと枠が空いてるからどうですかってのが、時々ありましたね。
あ、それもコロナより前の話ですけどね。コロナ以降はやっぱりそういった話もあんまり、なりつつっていうのがありますけど。でも、あそうれですね。ですか、大体こう、野笛とか、そういう横笛系が多いんですかね、カムイさん。そうですね。その活動してた頃は、割とそういう演奏活動じゃないですけど、してた頃は篠笛が多かったですね。まあ、それが、まあ、他の和楽器の人と一緒にやることもあったので、そういった場合は、そうですね。まあ、ライブ、その時は、そうか、考えたらライブ的なことやってましたね。津軽三味線と篠笛と和太鼓の3人で、僕が篠笛で、とか、やってましたね。なんかまあ、で、歌用篠笛とか吹いたああ、り。そうですね。そちらを吹いていたりって感じで。まあ、ソロでやるときはそういうのも吹きながら、まあ、大体神楽笛吹いたりとか、ですかね。そうですね。まあ、あとは、合わせる楽器でケーナ吹いたりはしてましたね。今考えると。何で吹い、あ、何、ケー何、ナ？ええな。ええー、なんあれ、なんて吹いてたんだろうな。誰か、あ、何か、たまたま、まあ、理由があって、たまたま時間がその曲に合うからとか、そんな理由で、ちらっとイベントで、どの曲やりましょうかって、この曲やりましょうって言われた時に、あ、その曲だったら、ケーナが時間なんで、いけますかねとか、そんな理由でいろいろ僕、ティーンホイッスル吹いたりとか、それによってっていう感じで、何でもや的に、チラッとこう演奏で加わったりはありましたね。今考えると。カムイさんは大体その、なんだろうな、まあこう、お友達として、まあ、つながった音楽関係の人から一緒になんかやりませんかとか、そういう、まあ、あとこういう枠があるんで、ちょっと人がいないんで出てもらえませんかとか、そういうなんか、こう、つながりが多いんですかね。そうですね。あんまり自分からこういうライブしたいんですけどっていうのが、ほぼ、あんまりそうやって売り込んでったことが、ほぼないですね。だから本当に友達経由でこういうのあるよとか、イベントあるよとか。あとは、あ、2回ぐらいかな。子供向けでちょっとやってくれって言われて、笛のいろいろデモンストレーションをやったことがありますね。子供向けに。ああ、なんかこんな笛があって、こんな音階が鳴るよ、だみかたいら、音階が鳴るよって、これはアイルランドの笛だよとかやって、その合間にマグカップ見せて、これは何かなって言って、笛だよとか言って、マグカップ吹いて、な。笛でやることを証明したりとか、ラップシーンも、こうやって 吹けば音が鳴るよって、斜め笛の吹き方やったりとか、そういったのを子供向けに、やったりとか、あと一回だけ売り込んだことあるのは、レクチャーライブとして、自分が、まあ、日本の神楽笛でやってるので、その神楽笛のついてのちょっとレクチャーと、もう一人友達で、あれはタンザニアのイリンバっていう親指ピアノの現地版のやつを現地に行って習いに行った子がいるので、じゃあそれのアフリカの音も面白いから、そっちもレクチャーライブで二人でやろっかって感じで、二人で、それぞれで時間区切ってやった記憶がありますね。それはどこに売り込んでどういうふうにやったんですか？それは結局知り合いで、他のライブとかでちょっとさせてもらった、まあ、カフェみたいなところで。ほう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 。空間でちょっとそこの、まあ、店主さんに、あれカフェと言いながら1階側の、裁縫用具とかいいんですか？ああいう手芸用品店を経営されてる方の2階がサロンの場みたいになってるので、そこをちらっと使わせてくださいって言って。そういった形で、まあ本当人づてだったり、元からの知り合いにお願いしてという形で、やりましたね。まあ、やっぱそうですよね。なんかこう、人とのつながりみたいなのが一番大事というか、それが全てみたいなとこありますよね。ああ、そうですね。だからそれでやってるので、他の人からなんでこの組み合わせなのって言われたこともありますね。トヨタの方でやったそのアートプロジェクト、さっき話したやつに関しては、和楽器方面は僕と津軽三味線と和太鼓っていうグループで、でもバリブヨの人が入ってくれたり、ガムランの人たちが入ってくれたりしたんで、やってて、なんでその組み合わせなのってすごい聞かれた記憶があるんですが、
僕の中では知り合いだからっていうのがあって、知り合い同士でやるのが一番なんだろう。ジャンルとかで分けるよりは、自分の知り合いとかで割と普段から話してるような人とかと一緒にやる方が、何ですかね。なんかやりやすいっていうのもあったし、誘いやすいっていうのもあって、大体僕のやる周りのあれは、みんながやってる楽器何があるとか、どういうジャンルやってるとかで、じゃあ集まったら何ができるかなっていう考え方、することが多いので、で、気がついたらなんか、外から見てるとなんか変な組み合わせだなとか、珍しいなって思われたりってことが結構ありますかね。なんかお話聞いてて、こう、ようなことをいろいろやされてるんだなっていう、まあでも面白そうやなっていう。そうですね。大体何でも屋的にいろいろ引き受けてた時期があるので余計にね。今考えると、あれもなんでああいう風に演奏したんだっけなとか、なんか誰かが頼まれたっけみたいな。そんな感じでね、やってて。まあだから昔からでも自分の性格あれなんですよね。だから忍やってる人にティンホイッスル面白いよってティンホイッスル勧めたりとか。最近もですけど、アイリッシュの集まりってアラブ音楽面白いですよって言いながら、ね、結構図鑑の話とかしたりとかで、まあそうやって、界隈の人と、なんか、ちらっと交流したりとか、繋がったりとか、繋げたりみたいなことは自分も割とあるなっていうのを、今思い返す。それでまあ結構人間関係がこう連鎖的に広がっていって、まあ、なおかつそのカムイさん自身もなんだろう、ちょっとこうそういう変なんにすごい興味がある人なんだろうなみたいなイメージ持たれてて、ちょっとこうそういう声かけられやすくなってるとか、そういう感じなんですかね。多分そうですね なるほど。いや、多分その、このラジオ聞いてくださってる方でもね、なんか、音楽活動ってどうやってやるんやろうとか、音楽仲間ってどうやって探すんやろうみたいな、多分思ってる方いると思うんですよね。だから、結構参考になる話もあったんじゃないかなって。そうですね。まあ。大体教えてくださいって言って突っ込んでいくっていうかね どういった感じでやってるかなとか楽しそうだなっていうところに遊びに行ってみて。なんか、割と、なんですかね。大体、でも、民族音楽だと、大体特にアラブ音楽やってみて思ったんですけど、アラブ音楽って、直でアラブ音楽だけ行く人よりも、他の音楽やってたり、他の民族音楽やってるうちにそこに流れ着いたみたいな人が、結構いらっしゃるんで、だいたい、なんでしょうね、他の音楽やっても話が弾んだりとか、で、今やってないけどまたやりたいなとかね、そういう人もいたりとかで、そうですね、だから、アラブ音楽で知り合った人が昔阿波踊りで笛も吹いてたし、踊りもしてたよっていう人とかね、いらっしゃりとか、そうですね、前も忍とティンホイッスルだからアイリッシュとかの集まり行った時も、話してたら、私ベリーダンスやってるわよとかいうマダムの方がいらっしゃったりで、どこかで大体民族楽器、民族音楽系はつながることが多いので、そういうあたりから自然となんかグループができたり、自然となんか一緒に音を出して遊ぶ仲間ができてくると思うので、それができてきてからまあ、仲間内でなんかやろうかとか、ね、そこら辺から始めるのがいいかなって思いますけどね。ステージ的な演奏がしたいんであれば。多分、そういう中で僕もあるのが、名古屋市内に、まあ、毎月1回、僕も行けてない時が多いんですけど、まあ、フリーセッション会という名の、公園内でピクニックをやるみたいな集まりがありまして。まあ、本当ピクニックとかデイキャンプ的にそこにいるのもよし、普通にみんなと話するもよし。で、なんか気が乗ってきたら仲間内でじゃあこの曲やりたいとか言って弾き語りやり出したら誰かがみんな伴奏つけたりとか、ハモリを勝手に入れるとかそういう楽しい集まりがあるんですけど、割とそういう集まりでいると他の人からこういう演奏とかどうですかとか依頼が時々あったりして、ではみんなで出ようかとか、じゃあこの時は誰々さんがどうですかとか話とかね、出てきたりとかするんで、まあ、そういった形で多分なんかいろいろセッションする場みたいなところに行き来してると、まあ、そういうお誘いも自然と来たりするんじゃないかなと思いますね。まあね、なかなか確かにいきなり演奏ってなると難しいですけど、なんか
まあ、まずは、なんて言ったらいいんだ、仲間内の発表会的なところであるとか、あはあはあはあ。とは、ファミリーパーティーとか、ホームパーティー的な、ああいうところで演奏してみるぐらいから始めてみるのとかどうでしょうかね。なるほど、なるほど。うん。いきなりね、全然知らない人の前でやるって。まあ、ストリートやってるような人だったら全然余裕だと思うんですけど。はい。なかなかね、そこまでいきなり楽器始めた人とか、民族楽器やってる人が、いきなりそういうのしようって思うと大変だと思うので。でも確かにこう普段から遊びでこう一緒うん。に演奏したりしてるそう仲間とだったら、なんかこうそうそう。うん。ね、ちょっと緊張もほぐれやすかったりとかしそうですね。はい。なんでね、そういったところは、こう、ちっちゃいステップ踏んでいくぐらいでやるのが一番演奏は。ね、あとは、なんか自分の気が合う人と演奏する方が多分続くんじゃないかなって思いますね。うん。まあ、特に趣味の演奏であれば、いろいろ目指すんだっていう人は、プロとしての、そちらはそちらですけど、休日に趣味としてやってるような音楽とか、そういう中でちょっとやりたいなとか、まあ演奏、合奏するのも楽しいです。確かに人前でね、聴いてもらうっていうのはそれはそれで、それでしか味わえない楽しみって確かにありますよね。うん。まあ程よい緊張感とちょっと達成感とか、ね、いろいろ、あと勉強になることがあると思うので、ステージでやると。なかなかマイクで、こう、未だにちょっと僕は音を吹くときに、どこにこうマイクやったら音がちゃんと音取れるかなっていうのを最近もね、悩んだりはしたんですけど、まあそういったのも本当本番とかがないと、実験もできないというか試せないので、そういう意味ではね、そういう経験も大事かなって思う反面、そうですね。プロでも意外とその生楽器だけやってる人ってマイキングで、ね、あんまり、無頓着だったりする人もいるんで、うん。まあ、そういう意味でも結構意外と、アマチュアだからこそいろんな場で吹けたり、えん、あ、まあ、演奏、僕の場合は演奏で吹くことが多いんですけど、ね、やるときにどういった形でやったらこういうときはいいかなっていうのは、意外とプロよりもアマチュアの僕みたいな人間の方が実験は気楽にできるかなって思うので、まあ、まあそういう意味でもちょっとした人前で演奏するとかは結構民族楽器やってる人ほどやってみたら面白いんじゃないかなと。なんかいろんな組み合わせでやるとか、なんか別なセッションにちょっと面白い楽器持っていきますみたいな。意外と民族楽器やってる人だとそういうの来るとちょっと面白がって聞いてくれたりもするので、そうですね。だから、そういうちょっとでも、自分のホームな感覚で行けるような場所で、うん、やる感じがいいと思いますし、まあそういう場だったら逆に全然聞いたこともないアラブ楽器とかね、自分も演奏するんですけど、どういう楽器ですかって言われるので、まあそういったのが、何でしょう、ある意味セールス活動にもなるので、っていう意味で、うん、その布教活動も兼ねて、まあ、皆さんぜひ人前で多少でも吹いてみてください。演奏してみてください。弾いてみてくださいっていう感じそうですしね。まなんすね。か、前にも話したかな、アラブインストゥルメンツの、なんか YouTube で、ネイのレッスン動画を上げてる先生が、なんか、楽器を持って外に行って演奏しましょうみたいな、あなたが上手い下手関係ないですと、素敵な出会いがありますから、常に楽器を持って外に行きましょうみたいな、なんかカムイさんは結構それを実践されてるような感じが しそうまですすすね。ね。キーホイッスル吹いてたら、今までやっぱ2回くらい、やっぱ、それなんていう楽器ですかって言われたもんですから、ケルトの笛屋さんありますよって、その場でサイト見せて、あ、こんなに安いんですね、キーホイッスルとか言って、これから始められます、キーホイッスルぜひとか で、この笛が1本あれば、とりあえずアイリッシュの大体の曲は、ね、演奏できるので、覚えちゃえば、いろいろ楽しめますよ、なんて話して、っていうのがあるんで、まあ、意外とね、マイナー楽器ほどアマチュアの僕らみたいな人間の方が、結局、窓口になることが多いので、うん、そういう意味でもやっぱ人前で吹く姿をある程度見せといた方がいいのかなって思いますね。それは間はい。違いないですね。はい。まあ、あとはこれだから素人はっていう態度は出さない方がいいかなと思うので。それとセットで、そうそう、誰でもで、まあ、ウェルカム、興味ある人ウェルカムって感じで、はい。
それが一番の、なんでしょうね。まあ、そのジャン、自分が好きなジャンルとかね、お世話になってるジャンルへの恩返しにもなるかなって思いますね。はじゃあまあ、カムイさんは基本的にはそのなんだろう、演奏活動してこれぐらいギャラもらってとかっていうよりは、まあその、まあ謝礼をもらうこともあるけど、こう、自分が楽しむで人にもまあ、こう楽しんでもらったり、こう人とこう、友達とワイワイしたりとか、そういうのを結構まあ重点を置いてって感じですか。そうですね。だから、演奏、たとえお金もらってる演奏でも、特に、そうですね。一緒にやれる人が自分の、なんだろう、自分と仲いいタイプの人じゃないと、多分僕は演奏がうまくやれないっていうか、うん、その人の音が好きだったりするんで、相手がどういう音出してくれるかなっていうので、楽しみながら合奏したいなっていうのが、どっかであるんで、まあ実際でも結果としてはそういうふうに演奏してる方が多分聴いてる方も、いいとは思うので、そうですそね。こを、メインで考えてますね。まあ特にプロでもないってなると、よりその、なんでしょう。いや、民族音楽とかああいう実際の場見てて思うんですけど、やっぱ仲間内でやってる感じのあの音がいいなとか、思うんで、やっぱそういう関係性の上にある音楽ってすごい、なんだろう、生活と近い音楽で、まあなおかつみんながそれぞれの楽しみでやってる感じが好きなので、まあ、そういった感覚を伝える上でも、なんかそういうスタンスでやりたいなっていうのは今後も思いますね。確かにこう、やっぱこう、プロでね、やってる方とか、こだわりが強い方だと、こう、すごい、クラシックコンサートみたいに、こう、かっちりやりたいみたいな人もいますけど、やっぱ民族音楽の魅力ってそっちだと思うんですよね。そうです。なんか生活と密着してるみたいな、ね。そうですね。だから、結構僕も、ストリートピアノもね、弾くことあるんですけど、やっぱ他の人となんか弾いてる姿が違うと言われたことがあって、まあ多分、割と気楽に弾いてることが多いからかなって思うんですよね。クラシックでガチ弾きするような人って多分こう聞き迫るぐらいのなんかオーラが出たりして話しかけにくいと思うんですけど、僕の場合はなんか即興で弾いてたりすると弾いてるかどうかわかんないらしくて結構話しかけられたりしますので、弾いてる途中で。ピアノ弾けるのって言われて、はい、今弾いてはいるんだけどなーって内心思いながら弾けますかねーみたいな感じで話しながら っていうことがあったりとかね。なんで、意外とそういうなんか気楽にやって音楽やっていいんじゃないのっていうのは一応姿として見せるのもまあ、こういう変なやつもいてもいいだろうとか思いながら、なんすかね、まあ、盆踊り的な感じで、その上手い人も盆踊りいますけど、それこそ体が動かなくなって老いてきたそのおじいちゃんおばあちゃんでもそれなりに踊れたりするし、子供でも入れるじゃないですか。割と民族音楽ってそういう裾野が広い部分があって、その上でこうプロがいるっていうこうピラミッドが、まあできてると思うんですけど、やっぱそういった部分で意外と他の、なんだろう、いわゆるその、なんだろう、お教室で習うような楽器ってどうしてもうまくやらなきゃとかが強くなっちゃうんで、なんかそうじゃない世界もあっての音楽だよねっていうのは、どっかでこう、まあ自分のこういう、なんかようわからんことやってる感じを見せながら、あ、これでも音楽でありなんだって思ってもらえれば一番僕としては嬉しいかなと思いながら、まあ演奏したり楽器じゃないものを吹いてみたりはしてます。なるほど。ありがとうございます。いや、なんか、そうですね。結構、その、神さんのお話を結構、なんだろうな。なんか、漠然と、こう、プロとかなんか、こう、演奏活動でなんか、お金稼いでとかって考えてる人も、なんか、こう、取っかかりだったりとか、にちょっとこう考えを持っておくと結構参考になるのかなという話もたくさんあったように思いますね。そうですね。逆になんかうまくできちゃう人ほどなんだろう、初心者の気持ち分かんなかったりして。ああ、なんですね。で、意外と音楽の楽しみどこだろうって言った時に、多分僕みたいないろいろ、まあ雑音したりはしてるんで。まあ、その中で、まあ、自分はね、いろいろ見た中で、ああ、
なんとか、ああいう民族芸能とか民族音楽を見たり聞いたり、体験したりする中で、あ、これでいいんだみたいなね。こういう部分もあるし、こういう楽しみ方もあるのがすごい広がったっていうのはあるんで、まあ、そういった感じで僕通じて、やっぱ、普通にピアノを教えてる先生にも言われたのが、いや、ああ言って、笛じゃないものを笛にして遊んじゃうような、ああいう姿勢っていうものにびっくりしましたって言われて、でもその人からぜひ子供たちにこういう感じを教えてあげたいので、お願いしますって言われて、はい、ちょっとワークショップ的な感じで子供向けのやったりはね、したことあるんで、まあ、意外とね、そういうところは、何でしょう。逆に本当に、プロ的な人ができないような隙間、産業的に僕はやれるかな、みたいな感じはします。はなんか、い。うん。思ってた以上に、うん。カムイさんのエピソードがいろいろあって。そうですね。なんかね、だから本当にいろんな人から、一番、他人に説明しづらいんですけど、どうしたらいいですかって聞かれますね。何の人って言って。最初、お囃子の人だと思ったけど、お囃子以外の笛もやってんだよねとか、笛だけやってると思ったら、ピアノも弾いてんのとか言われたりとか、するんで、確かに。自分でもなかなか、難しいですね。まあでも、N 川さんもなかなか謎が、そういう意味では。そうっすね。なんか、僕、ね、同じ肩で、書き。何の人なんですかって言われて聞かも。れますよね。うん。なんか、やっぱ、太鼓叩いてるところ見られたら、打楽器の人なんですかって言われるし、笛吹いてるところ見られたら、笛の人なんですかって言われるなのし。で、し、弦楽器を弾いてるときありますもんね。まあ、僕的には、やっぱ音楽の原体験みたいなの、なんか、最初にギターやっぱ始めたんで、やっぱ弦楽器の感覚は一番あるんですけど、ただやっぱこう、笛とかハンドパーカッションとかって持ち運びがしやすいんで、それでこう、なんかセッション会にはそういうの持って行ったりとか、そういうのはあったりしますね。ああ、なるほど。確かに他の楽器やり始めると、なんかそれが便利だからで、割とそっちが多くなるとか結構あって、まあ僕ももともとホルンとかトロンボーやってたんで、なかなかね、持ち運びも大変なんでね、学校から借りて家に持って帰ってたりもしたことが何回かあるんですけど、それで考えるとその後で始めた篠笛とかカブラ笛なんか、まあポケットまでは言えないけど、ちょっとしたカバンに入れとけば持ち運んでどこでも練習できるんで、それはかなりでかそういそう。ですよね、やっぱりでね。すね。はい。まあ、そんな感じで、だいたい、なんか、やってるうちに楽器のメインが変わってきたりとか、結構あるので。なんだろう、一番、なんだろう、その日の天候とか体調とかに左右される楽器だと思ってるんですよ、笛って。そうですね。結構湿度とか、ピッチがなんかも上がったり下がったりしたり、上がったりします、しちょっまと、す。うん。こんな気温の中で演奏してたら割れへんかなとか心配になったりとか、あと、ああ、そう。僕は鼻炎持ちなんで、ちょっと息継ぎがすごいしにくかったりして、すごいなんか、循環呼吸やらんと間に合わんような音数の多い曲とかだったりすると、もうそれだけでめっちゃ死んじゃうんで、だから、なんか、こう、どうでもいいお遊びとかで笛吹くんは好きなんですけど、コンサートでましてお金もらってやる演奏で笛吹くんって正直。笛はね、一番本当に精神的になんか緊張しとったら緊張しとる音出ちゃいますもんね。なんか、弦楽器とか以上にそうだな。そうなんですよね。で、しかも、他のバイオリンとかって、なんかギターとかってこうピックが付けれたり、直接音取れますよね。そういう意味では、笛ってなかなかマイクでやっぱ一回空気通してから取らないと、だし、まあそうしないとなかなかいい感じに取れないけど、あれもちょっとずれると全然音入んなかったりとか、あと笛のあれ、ものによりきれいなんですけど、やっぱどっかでこう拾う位置で結構音量変わったりするっぽくて、なかなかあれ難しいですよねっていうので、笛ってなんか僕もマイクを使って笛を吹くって一番苦手です。苦手っていうか、未だに試行錯誤しながらで、なんか、やってます。こう、めちゃくちゃアホみたいにこうエアコン効いてたりすると、また調子おかしになったりするじゃないですか。そうですね。特で、にオイリングしなきゃいけない系の笛は怖いです
ですね。だからそういう意味では、その日の気候とか体調とかで、やっぱだいぶ、パフォーマンスが、こう、左右されやすいんで、弦とか打楽器、まあ打楽器もね、なんか革のヘッドとかだとまたいろいろその日の湿気とかで、だいぶ左右されたりするみたいですけど、なかなかそういうのあるんで、まあ、別に笛だけやってる人とかだったらもう、気にならないというか、それが当たり前だと思うんですけど、やっぱ他の楽器と比べちゃうと、なんか、嫌だなっていうのはありますね。そうですね。難しいのはですね、笛は笛で、吹いてるうちにピッチ上がるけど、ああ、そうそう弦楽器は弦楽器で、逆に弾いてるうちに下がるんですよね。そう。まあ、緩んでくるんで。そうですね。安定そう。性、やっぱ民族楽器だと安定性がそうない弦楽器も多いですもんね。ですね。そうなんですね。だから三味線と笛でやっててもなんか難しいなって思うのが、お互いに弾いてるうちにピッチが こうなっていくの、上がっていくのとで。下がっていくので 難しいねって言いながらやってまなるす。ほど。そっか。確かに絹の弦とかでし絹とたらかはね。ね、そう、ナイロンとかでもやっぱりやんだかんだでね、やっぱり緩んでくる系が、ことが多いんで、高くなることはまずないんでね、弦楽器って。上はガンガン高くなってきますからね、吹いてると。そうっすね。そういう感じで、意外とそまあ、の楽器によってね、大変さがある。確かにそうだな。弦楽器も、ものによってはやっぱそういう不安定ですもんね。そっか、そっか。そうですよね。民族楽器って、まあ、でもそういう、ある意味その不安定さがまた表現の一部になってたりもする側面ありますよね。それこそ、なんかフルートみたいに全部こう、鼻がきっちり出るようにする方が安定はしてると思うんですけど、多分そこをフルート的に解決するんじゃなくて、人間のいろいろで頑張るとか、メリカリでやるっていうところの、なんかその音自体がまた魅力になったりっていうのは、なんかバイオリンと2個聴いてても思いますよね。弦が2個しかないし、まあ多少、ある意味わざとちょっとタイムラグな感じでこう、後からそこの音に行くとか、下がるとかが、よりバイオリンより2個の方が多いと思う。まああれがあれで2個で、多分あれがバイオリンみたいに、もう頭からその音にペペッといけるような操作性になっちゃえばなっちゃうほど、バイオリンっぽくなってなんか2個っぽくないのになりやすいんだろうなって思うんで。ここら辺の操作性とこう、お付き合いしながら、なんか、だよなって、なかなか。まあ、チューニングは安定するに越したことはないと思いますけどね。ぱりだから、あれですよね。ギターのああいうペグみたいな、ああいう感じになってほしいもんですけど、いろんな楽器、なんか。マシンヘッドのサズも一本持ってるんですけど、やっぱ安定感全然違いますね。やっぱ音を優先するんだよ。結局そのあたり、落としどころができてきますね。それなんて。まあでも、そういう、ある意味苦労が多い楽器を、ね、民族楽器って割とあえてやってる感じはあるような皆さんすごいなと思いながら、おそう互い。そうですね。まあでも、そういうプロもありながらも、やっぱりなんかどっかで惹かれちゃう部分があるんですよね。ですね。なんか。なんかやっぱこの音じゃないとか、この楽器の方がやっぱ面白いなっていう何かがあるからこそ。まあ、僕は、なんだろう、ちょっと限度ってもんがあるやろうっていう考え方はあって、さすがにこんな手間食う楽器は手出せんわ、みたいなのはあります。確かに。なんかここまそうでいうはのも許あり容ま範囲すやね。けど、みたいな。だから、なんだろう、本当こだわりのすごいミュージシャンってすげえなって思っちゃいますね。別にそこ、ね、なんかお客さんが気にしてるとも限らないじゃないですか、現実的な話すると。奏者だけが気にしてるやつってありますね。もちろんね、なんか奏者が気分が上がるからこそ、そのいいパフォーマンスが出るっていうのもあると思うんですけど。あ、というなわけかで、ななんか。か、もう残り時間が、ズームもうの5分か。5分残りか。時間が、なんか、ハムイさんが、予想以上にエピソードいろいろお持ちだったんで、
少しね、その N 川のなんか演い。奏活動のあれこれの話題がはい。聞きたいという人がもしいればね、なんかコいれメンばね。トで書いてくだされば、まあそっちもはい。かもしれませんということで、取りたいですね。ああ、僕も気になるから、ちょっと聞いてみたいなってのがあるんで。次回それでも。まあぜひそうぜひ。ですね、じゃあまあ、次回それ候補で、まあ、よろしければ聞きたいって方はコメントでも 書いていただけるとっていう感じで。はい。でも、こんなところですかね。そうですね。とりあえ今ず今回は。はい。回。うん。はい。では、いろいろと。カムイさん、いろいろ、お話を聞かせていただきありがとうございましありがとうございました。た。そして、思った以上に。ここまで、聞いてくださった皆さんも、ありがとうございました。まあ、ここまで聞いてくださっている方は、もう、チャンネル登録してくださってるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと と改め思いて。ますけどね。この配信が良かったと思った方は、グッドボタンとですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけでありがとうございました。ではでは。ではでは、ありがとうございます。